片手でお料理が乗ったお膳を掲げて運搬中の女性を表した明治時代の浮世絵版画。1888年の作、月岡芳年の風俗32層重たそう。白い地に青で文様を表した大きな皿の上に紅白の刺身を緑色の笹の葉で飾った。その隣には赤、青、緑で鮮やかに彩った鉢に煮豆が入っています。器はお膳の上に並べられ、それを左手で肩より高く担いで運ぶ人物は深川遊郭の軽子と呼ばれた中井さんです。器の赤と青が着物の色と対応する。この女性がしているような力のいる仕事は吉原の遊郭では男性の仕事でしたが、ここ深川の遊郭では女性が担当しており、その姿が人の目を引いたため浮世絵にも描かれたようです。